こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。ババストーンセラピストの夏希です。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。3連休も明けましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は先月末頃から喉を痛めてしまい、少し風邪をこじらせています。今日も少し鼻声かもしれませんが、ご了承ください。普段は比較的健康なんですが、風邪をひくと長引くタイプなんですよね。免疫力が落ちていると思うので、もっと体力をつけないとなと反省しています。ちなみにもう11月に入りましたが、関東からこっちに引っ越してきて丸々5年が経ちました。ここ数ヶ月で登録者数が5000人弱増えたので、少し私についてお話ししようかなと思います。私はコロナが日本に上陸する2、3ヶ月前の2019年の10月28日に、長年住んでいた関東を離れ、浜松の弁天島というところに引っ越しました。ちなみに私はサラリーマン、OL などといういわゆる会社員になるのが嫌で、人生のほとんどがアルバイトをしたり、配膳会を通して飲食店で働くという生き方をしてきました。転職も多く、お店も転々としていたので、今までいくつの職場で働いてきたのかもう数えきれません。そんな中、38くらいの時、風邪をこじらせて重い気管支炎になり、ドクターストップがかかってしまったんですね。で、この頃は毎日お店で朝から晩まで働いていたんですが、強制終了がかかって夕方5時までしか働けなくなったんですね。そこでこのままではいかんと思って、空いた時間で資格を取ることにしたんです。紆余曲折ありましたが、やっと見つけたのがパワーストーンセラピストの資格だったんですね。ということで、右も左もわからないところから勉強して調べて、なんとか無事にネットショップを立ち上げることができました。2012年から始めたので、今年で丸12年になるのかな。なので一応私の本業は YouTuber ではなく、パワーストーンセラピストです。いつも自分のショップの宣伝するのを忘れてしまうので、皆さんも私がパワーストーンを扱っているということを忘れているかもしれませんが、絵本作家ののぶみさんがいつもちゃんと自分の書いた本の宣伝をしているじゃないですか。なので私もたまには自分のお店の宣伝もしないといけないなぁなんて思った次第です。そして今 YouTuber のひかるくんがストーンマーケットの社長に就任されたということで話題になっていますが、そのひかる社長が愛してやまないルチルクオーツももちろんストーンイーリスでも販売しているので、惹かれる方はぜひ覗いてみてください。この16ミリという大玉ルチルのブレスレットもあと残り3つとなりました。このルチルはゆりえさんおすすめの京都の御金神社のエネルギーに触れさせているルチルで、購入された方には御金神社の黄金のお守りもお付けしています。シンプルなルチルのピアスも大人気ですので、ぜひチェックしてみてください。で、実は私が一番得意なのはオーダーメイドのブレスレットです。こちらも相談しながらご希望にぴったりの石を選んでお作りしています。まだパワーストーンのブレスレットを一つも持っていない、そろそろ新しい石が欲しいという方はぜひご相談ください。話は戻りますが、この時働いていたお店も人間関係が複雑で大変だったんですね。で、他にもいろんな意味でこの生活にも飽き飽きしていたので、正直この頃はいやいや働いていました。でも時給も良かったし、仕事も慣れているので、惰性でなんとなくダラダラと働いていたんですね。そしたら突然あちこち人間関係が急激にこじれてきて、もう精神的に参ってしまうくらい、もうあっちもこっちも人間関係が悪化していったんです。これもいわゆる強制終了だったんですが、ついに慣れ親しんだお店を私は辞めることにしたんですね。で、次はのんびり座って仕事がしたいと思い、錦糸町のコールセンターで働くことにしました。で、ここも初めはとっても楽しかったんですが、2年3年と過ぎると環境が変わって、どんどん状況が悪くなっていったんですね。おそらくここは2年働けば学びは十分に終わっていたと思うんですが、当時はまたダラダラと惰性で働いていました。そしたらやっぱり職場の雰囲気もどんどん悪くなって、ストレスも増えていったんですね。そしてかねてからずっとストレスだった電車通勤もますます嫌になって、ついに
もう外で働きたくないってなって、まあ、ここで絶対在宅ワークに切り替えようって心に決めたんです。それが2019年の春頃だったんですが、そこから在宅ワークに一点集中して半年でなんとか目標の月収15万円に達成したんですね。この話は別の動画でも詳しく話しているので、ぜひご覧ください。もう雑多な都会の生活や腐れ縁の人間関係にも疲れていたので、人の少ない物価の安い地方に引っ越そうと決心したんですね。で、いろいろ検討した結果見つけたのが浜名湖の目の前にある築60年のマンションでした。私のことを知っている人は誰もいない、正真正銘、友達も知り合いも誰一人いない新しい生活がスタートしました。これが2019年の10月28日、ちょうど5年前ですね。この時の貯金が約30万円、月収15万円です。この時独身女47歳、普通に考えたらやばいですよね。でもここから7ヶ月後、私にとっての奇跡が起きるんですね。まず2020年に入ってすぐコロナの話が出て、世界中でパンデミックが始まり、3密が騒がれるようになりましたよね。自分は都会を離れて在宅ワークに切り替えていたので、一切生活に不便はなく、ほとんどマスクもせず普通に過ごしていました。で、東京にいた頃は YouTube もほとんど見ていなかったんですが、2020年の初め頃から見るようになって、2月に並木義和さんのことを知ったんですね。で、3月にハワイの春分イベントに初めてオンラインで参加をして、そこから急激に私の人生が変わっていきました。で、私は子供の頃から霊的な世界、まあ、幽霊とか霊界とか魂とかに興味があって、人間は死んだら終わりじゃない、絶対にまた生まれ変わると、なぜか信じて疑っていなかったんです。で、大人になってからも引き寄せの法則とかスピリチュアルの本が大好きで、よく読んでいました。まあ、最初は江原ひろゆきさんとか浅見ほほこさんの本をよく買っていましたね。で、実在する霊能者の漫画も大好きで、今でも夜寝る前とかよく読んでいます。最近のお気に入りは霊能師音羽マリアの条例ファイルとか、2018年に癌で亡くなってしまいましたが、強制除霊師いつきさんの漫画を時々読んでは人生の勉強をさせていただいてます。これらの話は本当に人としての在り方や心の持ちようなど、人生の役に立つことがたくさん書かれているのでおすすめです。例えば病気や事故、お金や人間関係など、全ての事柄は目に見えない世界が影響を与えているとわかります。だから自分の心の在り方を変えると現実も変わるということがよく理解できます。自分に降りかかる不幸も与えられる幸せも、全て自分の行いが引き寄せているんだなとよくわかる事例がたくさん描かれているので、皆さんにも読んでほしいなと思います。だいぶ話がそれましたが、とにかくスピリチュアルな話は子供の頃から大好きで興味はあったんですが、大人になってからはもう完全にふわふわ系スピリチュアルをやってましたね。なので大して引き寄せもできず、お金もあったりなかったりと、可もなく不可もなくの平平凡凡な人生を送っていました。で、2020年、並木さんを知って、スピリチュアルの本質に触れることになるんですね。で、他にも、桃代さんや天音梨花さんの話を聞いたりして、地球が危ないことや、この世の真実やこの世の仕組みを知るようになり、衝撃を受けて、ひたすらブログに書きまくっていたんですね。で、あることがきっかけで、2020年の5月から YouTube を始めたんです。並木さんの話も交えながら、これから来る風の時代の話などをしていたんですが、なんとたった1ヶ月で収益化につながって、2ヶ月で登録者数3万人になっていたという、自分としてはかなり想定外の事態が起きてしまったんですね。で、そもそも私は YouTube の仕組みも知らないし、1ミリも収益化のことは考えていなかったんですが、なぜうまくいったのかはこちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひ参考まで見ていただきたいなと思います。説明するとね、長くなるので、こちらの動画をご覧ください。まあ、とにかくストレスをゼロにして自分の情熱に従って行動していたら、いきなり YouTube の登録者数が激増して、ネットショップの売り上げも8倍ぐらいになって、気がついたら月収100万超えをしていたという、嘘のような本当の話を体験しました。
まあ、ある意味宇宙の法則がよく理解できるような実体験をしたというわけです。周りにも同じような経験をしている人がたくさんいますが、自分が無我夢中になって続けていたことがいつの間にか人の役に立ち、喜ばれ収入につながっていたという感じです。ひょっとしたら2020年の最初の頃の方が宇宙の法則とか並木さんの手放しのやり方とか周波数や波動の仕組みとかを分かりやすく説明しているかもしれません。自分の中の気づきや自分の人生がどうやって変わっていったかという話も、最初の頃の方が詳しく話していると思いますので、ぜひ聞いてみてください。とにかくこれまでの私は一貫して正社員にはならない。もし正社員になるときは好きな仕事をするときと決めていました。好きなことでなければきっと苦しくなるし、毎日が楽しくないからです。なので私は正社員にならないかと言われても断るという選択をしてきました。友達に親も安心するし、社会保障もついてるし、将来安心じゃないと言われても、社会保険や安心より精神的自由が一番大切と本気で思っていたので、アルバイト生活を謳歌していました。そして何よりも正社員で働いている人たちが幸せそうに見えなかったので、正社員なんてなるもんじゃないなとよく思っていました。まあ一概には言えない部分もあるので簡単には説明できませんが、この辺も昔の動画を見ていただけたらと思います。とにかく風の時代は精神性が大事で、魂に従って心のままに生きるがテーマです。これまでの私たちは社会のレールから外れないよう周りの目を気にして生きてきました。自分の心を無視してないがしろにしてきた結果、自分の人生を生きれていない人たちだらけになってしまいました。そこを何とかしたい、嫌な仕事は早く辞めて自分が心からやりたいこと、好きなことを仕事にして生きてほしいという願いもあって、こうして YouTube で発信を続けています。まあ、もちろん目覚めや気づきも促しているんですが、すべての虹チャンネルの話はここにつながっていると言っても過言ではありません。こうして YouTube で発信し始めてもう4年と半年経ちますが、未だにこうして続けられるのも飽きずに聞いてくださっている視聴者さんのおかげです。まあ、人によっては何言ってるんだこいつはと思うような発言もあるかもしれませんが、まあ、ここは私の YouTube であり私の思いを発信する場でもあるので、その辺はご了承ください。意味がわからないところや納得がいかないところは批判的に捉えず、一旦脇に置いといて腑に落ちる部分だけ受け取っていただけると嬉しいです。まあ、そんなこんなで、浜松に1年と2ヶ月住んで、次は憧れの京都に1年と2ヶ月住みました。京都はもともと大好きで、毎年夜行バスで桜を見に訪れていたので、もう住むことができて感無量でした。そして長年夢だったワンコも飼うことができました。今も隣に寝ていますが保護犬のコスモです。まあ、これも在宅ワークになってそれなりの収入も得られたからこそ叶った夢です。そして車は一生運転しないと決めていましたが、49歳で車の免許を取ってまさかの車生活を送っていますが、正直今でも車を運転している自分に驚きます。そして今は琵琶湖の目の前に住んでいますが、今年で3年目を迎えました。そして去年は人生初の人前で話すという経験をさせていただき、交流会もやって少しずつですが気の合う仲間も増えてきました。でここ1年でいろんなご縁が広がって、今年はペンキ画家正元さんとシャーマン真由美さん、山本聡さんの講演会の司会をやらせてもらったり、8月には山王銀之助さん、シャーマン真由美さんの講演会の司会をやったり、先月は中山康直さんのイベントの司会をやったりと、今までの自分では考えられないようなこともたくさん経験させてもらいました。東京にいた頃はあんなに冴えない平凡な生き方をしていた自分がここまで変わるとは、まあ、家族も驚いています。こんな感じでこの5年間あれよあれよと人生が変わって、東京にいた頃とは全然別人のような人生を送っていますが、まあ、やりたいことは大体やってきたし、ほぼ願いは叶っているように思います。自分的には私の人生も奇跡のようにしか思えないんですが、同じように奇跡のように変化している人たちが私の周りにもたくさんいます。そういう方々はきっと風の時代のエネルギーを上手に利用して時代に乗ってるんだろうなと、
並木さんが言う上手に波乗りしているんだろうなと思いました。で、あと重要なことは、誰でも簡単に変われるということです。ここも伝えたくて、あの手この手で YouTube で発信している次第です。とまあかなりざっくりと説明しましたが、これが私のプロフィールになります。まあ一つ一つにシンクロや不思議な出来事があるんですが、詳しくは概要欄にいろいろ動画を貼っておきますので、ぜひご覧ください。あとパワーストーンのネットショップもぜひ覗きに来てくださいね。お待ちしております。では本日の動画が面白かった、役に立ったという方は、チャンネル登録、いいねボタン、コメントもお待ちしております。では、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。